みのるみのれ、みのるみのれ。はい、どうもこんにちは、カジノみのるです。どうも、今日は、僕いつも iPad を使ってライブやってるんだけども、その時に使っているこちら、ピアスコアっていう商品アプリ、こちらをね、ちょっと紹介しようと思います。みのるみのれ。はい、それでは早速見ていこうと思います。ピアスコアを起動して、これが最後に見ていた、画面が最初に出ます。これが僕のオリジナルですね。まず入れるところからだね。入れるところから、じゃあ見ていこうと思います。楽譜の入手、こういうふうに、無料のものもいろいろあるみたいです。これから、ネット検索で、ネット検索になるのかな、この多分ネット上で、あるんでしょう。このベートーベンとかのやつが ね、この辺をダウンロードもできます。昔のクラシックとかもできるみたいです。楽譜ストアみたいなのもあるんだね、クラウドでね。楽譜のスキャンっていうのもあります。これはこれ僕のプライベートになってくるから映せないんだけど、スクショしたやつ、コード譜とか、それを出すことができます。このアルバムとかね、創作すると。僕なんかは、こういうオリジナルのコード譜を作るんですけども、これはどうやって作ってるかというと、このページーズで、コード譜を作成します。これがこの前、カバーしたいなと思って作った東京ブギウギのコード譜です。これね、書類の設定、この余白を作れます。このね、ゼロにすると、ね、本当のギリギリに映るからちょっと見づらいです。でこっちは最大にしても僕は大丈夫で、こっちもどっちも最大にしてます。ピアスコアに映すには、書き出し PDF、 そしたらこのピアスコアにコピーっていうのが出てくるので、これをするとこういうふうに映ります。こういうふうにファイルを入れていきます。でこういうのを増えていくと、こういうふうになっていくんだよね。僕のこのオリジナル、この譜名っていうのはカバーですね。このタグ付けしてないのを全部譜名にしてます。タグ付けはですね、このこれで編集して、このアーティスト、カジノミノルっていう風にすると、ミノルは全部こっちになるようになります。でライブやるってなると、セットリストを組みたくなりますよね。それもこの中でできます。今まで僕がいろいろやったやつですけれども、こういうの消さない限りこういったずっと残りますね。9月読売ランド、こういう風に3曲自分で作るみたいなこともできます。もう昔はね、その大きいファイルにいろいろ紙入れて差し替えてみたいなことをやってたけれども、そんなこともなくなります。このセットリストから順を追って説明していきます。この1回クリックすると、タップするとこういうふうにいろいろ出てきます。このミュージックっていうのは何かというと、ここからオケを流すことができます。ここにイヤホンジャックあるからね、ミニステレオジャックケーブルをここから出して、つなぐことができます。今はね、だいたいオブジュアリー入れるのがね、だいたいギターエフェクターにもいろんなのについてるから、それができるよってことですね。ここでボリュームあります。これはここの横と一緒です。だいたいね、マイナス3がちょうどいいみたい。ここで1,2,3って、今ちょっと画面ずれるからやらないけど、マイナス3がちょうどいいみたいですね。僕の場合はどんなやつでも、そう、マイナス3にすると大体音が割れません。で今これ出てるのは僕のオリジナル曲ですね。このまだまだ歌うときはいつもこのカラオケを使うので、このミュージックってやって一回入れたものは紐付けされて、連動してこれが出るようになってます。で再生するとこういう風に出ると。
まあ、これはマイナス2、僕の声と間奏のハーモニカを抜いたやつですねを入れて、ライブ中に自分で、iPad を再生して歌うということができます。なのでこれがあったら、ギター弾き語り僕はやったりしますけど、ギター弾き語りの他にイヤホンでこうケーブル挿すと、そのギターエフェクターに、ね、かまして、でミキサーに送るんだけども、そうするといちいち PA さんにじゃあ次の曲再生お願いしますみたいなことをやらなくても自分でオペレーションできると。で一番いいのは自分のタイミングでねこうやって出せるっていうのが僕は一番いいと思います。まあ曲きっかけそのタイトルコールでやってくださいってやってもそれはまあいろんなタイミングがね皆様あるから、それが全部自分でできるっていうのがいいですね。で消すことができます。あ、今のもこういう風に流しっぱでもできますし、一回タップすると消えます。この演奏モードっていうのもやっても消えます。こういうこともできます。でずらすということもできます、はい、でキーボード音が鳴ります。和音もこっちね2段で、こっちは低音部でやることもできます。だからこれでみたいな演奏もできる。今画面ずれたかな、大丈夫かな、もできます。でこれがいいのは練習しながら音取りができるってことだよね。まあ誰かと練習してハモリを練習するときにこうできるとかね、自分でもあれあのメロディーちょっと音取りメロディーちょっと探ってみようかなみたいなこともできます。いろんな、画面が変わります。この音名を出すとかいろんなこともできるみたいだね。あ、もう今出てるけどね、まあ、できます。これも便利ですね。チューナー、こちらもね本当に性能が良くて、こっちを押すとチューナーで今音が出ます。あーあこれね、この 440Hz って出てるけれども、この Hz をいろいろ出せます。だいたい僕は444にやってたりするけどもね。それで、ギターとか調整することができます。これ良かったのがね、僕横笛を買った時に、どうもなんか合わないなと思って、442だって言われて買ったんだけども、もう442とかもう全然そんなレベルじゃなくて、すごいもう、上の方だなと思って調べ、これで分かったんだね、それが。448とか、そのぐらいだったの。そしたらもう、全然分かんないじゃん。できるわけないじゃん、そんなね。だから、そういうこともできるので、このチューナーは本当に、もう、これがあってすごく便利してます。で、音も出せます。で、ここで。ずっと再現なくいきます。これのいいのって、だいたい1オクターブで切り替わったりするんだよね、高いのも低いのも。でもそれがないっていうのがこれのいいところだと思います。これもいろいろいろんな敏感さもあるんだね。あ、普通だった今で、もっと鈍いとかね、非常に敏感とかはもう全然もう合わなすぎて大変だろうね、これはね。そういうこともできるみたいです。とってもこれも便利です。なんでライブ中チューナーがねちょっと下の自分のつけてるやつとか調子おかしいみたいなことも時もできますね。まあもちろん音が出てないとそれはダメなんだけど。あとこのレコーダー、これはもちろんレコーダー取ることができます。今反応してるよね。でこれが何言って、その今このまだまだっていうのを開いてるけど、これをやるとまだまだを練習して撮って、ここタイトルが出るっていうのがね。でちょっとこれも時間がね撮った時の時間がこうファイリングされてるけど、それが出るんだね。まだまだを
練習して撮ってっていう風に録音できます。これもとても便利です。こういったら消せます。はい。あと動画、これあんまり僕は見ないけど、例えば、あ、まだまだだったら、あ、動画あるね、動画まだまだで勝手に検索してくれて出ます。これじゃないんだけどな林田さんっていう人がまだまだっていう歌を作ってたんだね。一応僕も YouTube に出てるんだけども、出してるんだけども、ここで YouTube 検索。 YouTube なのかなこれ。いろんな動画の検索かな。うん。YouTube だ。YouTube ばかりじゃないっぽいな。ね。こういう風に、例えばカバー曲練習してるとき、あのオリジナルなんだっけみたいなときにすごくこれ有効です。流さない流さない流さないよ。はい、はい、はい、消しました。メトロノーム、こちらもね便利ですよ。初期設定は60です。でこれをいろいろいろんな拍でリズムでやることができます。で、音も、まあ今クラシック、普通のメトロノームの音だけど、こういうクリック音もできるし、っていううるさい感じもできます。でね、これとてもいいのは、まあ練習の時は音と、この画面が出るのがとても良くて、で、ライブの時、この音出なくて、これで、自分で、リズムを、見ながらやったり、一番最初にどうしてもライブの時って気がもうせってたりとか上がってたりしてテンポが速くなっちゃったりするんだけど、僕の場合はね、それが一番最初に確認できる。これとてもいいですね。でこれも紐付けされます。一度記憶したら出ます。なのでこの真っ赤な太陽は前記憶したのが出るね。125でね、出ますよね。で動画見てみようか、真っ赤な太陽。あ、出るね、ひばりさんのやつね。まあそれはさすがだよね。はい、動画もオリジナルじゃなかったら、まあオリジナルがもっと有名だったら出たんでしょうね。さあ下の方行きましょうか。このね、書き込み、まず書き込みを教えたい。まず説明したい。この文字を書くことができます。このテキストっていうので、こういう文字が書けます。で、これでなんかこう、まあ、カンニング的な、あ、これ MC で喋りたいな、みたいなことをここに書いたりすることができます。文字の色も変えられます、もちろん。で、消しゴムで消せます。で、手書きもできます。これ取り消すと、取り消すね。まあ書いて、消しゴムで消すこともできます。で、薄いやつもあります。薄いやつはまあ自分でこうね、変化つけられるんだけど、まあ濃くやったりとか薄くやったりとかできるんだけど、こうね、こういうちょんちょんつけてるけど、こういうマーキングの仕方とか、ね、このここは忘れたくないみたいな、ここよく間違うんだよなみたいなことも自分でねマーキングすることもできます。これもとても便利ですね。で書いて、今はこの白地になってるんだけども、これちょっと外だったら見えづらい時がねあったりするんだけど、こういう時は画面を反転する、すると黒バックになります。まあ、それを考えて、まあ、この書き込みもやんなきゃいけないんだけど、これも便利です。なんで本当真っ暗なステージとかね、逆にこれがいいのかもしれない。白バックだったら白の画面でこう反射するからね。こういう設定も
いいですね。あとこのペダルを買うと何も手触らないで足で操作もできるそうです。だから本当もうこれでだいぶ楽になったよね。 iPad ホルダーをつけてね、マイクスタンドに。そうすると譜面台がなくなるじゃない。どうしてもマイクスタンドと譜面台だったらとてもかさばるんだよね。それでギターエフェクターとか置いたりするとすごいかさばって、あの場所取ってね、でかっこ悪いしね。だからとてもこの iPad というのは私便利に使わせていただいております。でね、この日付、時間、この時間が出るのいいんだよね。このライブの時ね、まあ、腕時計見てもいいんだけど、で腕時計忘れたりもするしさ。だけどこの時間が出るっていうのがとても良くて、あと、譜面台に、なんだファイルとか置いてて、ね、昔はそうやってたんだけども、そうすると光が反射してファイルにね、それで見づらいとかあるんだけど、これは一切そういうことがありませんからね。画面がちゃんとこう出てるからね。だからとてもそういう風に見えやすくてとても便利ですね。あとですね、これ大事なポイント、夏は難しいです。炎天下の外で、太陽が当たっている、もう本当にもう真夏日、猛暑日っていう時は iPad がもう起動しなくなりますんで、熱持っちゃって、その時はね使わない方がいいと思いますんで、その点はご注意ください。はい、あと紹介したいのはこういう長い譜面、まあ、普通の人はピアノでねこうやったりすると思うんだけども、まあ両手ピアノ塞がっちゃうよね、そりゃね。こういうのをページ、スクロール半ページとかいろいろこうできます。でこの曲のタイムを測って、それをやると、まあ、今これ20秒にしときましょうか。で演奏始めた時にスタートってやると勝手に20秒で合わせてこういう風に移動してくれます。これすごいでしょね。これすごいでしょいうことにできます。まあこれも半ページ方式とかね。いろんな見方がカクンとこう変わっていくやり方もあります。これも便利だよね。まあなかなか僕はコード譜使うからやらないんだけどね。これはピアノとかやる人にはいいんじゃないでしょうかね。はい、じゃあこのページの調整、まあ、これはこう自分でこういい具合にいい拡大したところを作ってできるということだよね。で次のページも、まあ、今ここをおっしゃったから、ここがね最後ってところで、ここが次のページで、前のページ戻るとこうなります。全部こう紐付けされるってことだよね。ね、まあ、これ上で、うん、前出したやつがこう上の方に出ます。はい、いかがでしたでしょうか。ピアスコア皆様もぜひ使ってみてください。まあ、これは僕はね、課金したやつです。もうこんなにお世話になってるからね、課金して、ちゃんと使わせていただいております。無料でもね、だいぶ、いろいろな使い方ができるんだと思います。無料で試して、それからご購入いかがでしょうか。ね、昔、この使い方が何かでね、運営側に、こう伝わってインタビューをされたということもあります。それのねリンクも、コメントのところに下の方に貼っておこうと思いますので、まあ、そちらもぜひ見てみてください。またよろしくお願いいたします。カジノミノルでした。チャンネル登録よろしくお願いします。ミノルミノレ。